中の果てまでとどろきなれ。銀の魔神太陽のエネルギー、今日から明日へ火花火、灼熱の魂を燃やせ燃やせ、祈るパンチ、正義の拳さ、打ち込めスパーク、ブラスター、ブレイブサンダー、怒りの稲妻、まこと勇気を見せてくれる太陽飛行さん、ブレイバこそ逃がさん。哲也さん、こっちは全員避難したよ。わかった。あ、避難。さっきのデビルザウルスにはリザベスの側近のメラルドが登場していた。グリーゼの戦力も弱まってるはず。追跡する。深追いはやめて。宇宙まで行けば太陽光エネルギーの消耗が激しくなるし、サンブレイバーの機能も低下するよ。わかった。一旦航空管理局へ帰還する。進路反転180度。何をしてるの？ああ、魔法、帰れ、これ見てよ。何これ？これは探偵の僕がアンナの協力を得て調べた日々の大気汚染濃度。年末くらいから少しずつ濃度が下がってるんだよね。これだけじゃ分かんない。やっぱ魔法バカだね。またそうやってバカにして。じゃあ楓はこれ分かんの？分かる分かる。だからつまり良くなってるんだよ。いや、それは簡単すぎるでしょ。私が火星から戻ってから空気がだんだん綺麗になってるんだよ。そんなに簡単に言わなきゃいけないのか？ちょっと剣坊、勝手にデータにアクセスしちゃダメでしょ。持ち出したのは私だよ。知ってるよ。警備員がアンナのファンって分かってて利用したんでしょ。サインとツーショット撮ったらくれたんだもん。姉さん、怒る前にこれ見なよ。え？酸素濃度が変わってる。いつの間にこんなになったんだろう。ちょうど年末くらいだね。ひな、やっぱりこれ見ただけでわかるんだね。一応これでも警備班室長だからね。空気がきれいになれば地球は元通りになるよ。ってことはリザベスの免疫力でも大丈夫になるってわけか。ん、何の話？リザベスって空気がきれいだとどうなの？ルコス、スモドーン、いかがしたのだ。地球を出て一言も口を聞かないではないか。言いたいことがあれば申してみるがよい。スモドーン、あなたが言いなさいよ。責任を押し付けよって。王女様、恐れながらメラルドは許されざる行為を行いました。ですがやはりハイトロン爆弾を埋め込んだデビルザウルスに乗り込ませ自爆させたのはいかがかと。あやつは自ら進んで自爆したのだ。サンブレーダーと共に打ち果てることもなく。なんと無様な。王女様、メラルドは長きにわたり王女様に仕えておりました。ご慈悲があってもよかったのではないでしょうか。グリーゼ戦闘部隊に情けなど分用だ。貴様たちも情けに流されているようではまだまだ三流だ。これより航空管理局へ最後の攻撃を仕掛けるぞ。最後と申しますと？航空管理局に白兵戦を含めた総攻撃を挑む。今グリーゼ戦より歩兵部隊、陸戦部隊を搭載した
揚陸艦と駆逐艦14艦が向かっておる。ルゴス・スモドーンで指揮を取り、航空艦離局を占領するのだ。しかし王女様、作戦もなくあまりにも唐突ではありませんか。クリーゼ製の予算をここにつぎ込んでおる。反論は許さん。カレット、地球に進路を向けなさい。ん？カレットはどうした？あら、そういえばカレットが見えない。あ、失礼いたしました。カレット、貴様、白兵船の前に遅れるとは何事だ。失礼いたしました。計画は把握しております。クリーゼ母船、全速前進。確かにここ3ヶ月の間で大気汚染による患者は減っているわね。この病院の治療だけじゃなくて、知らぬ間に空気がきれいになっていたんですね。目に見えないだけに全然気づかなかった。私たちがどんなに努力しても汚染の除去はできなかった。だけど地球は自らの手で病気を治していたのね。これは人類への警告だったのかもしれませんね。科学が進んだからといって太陽系の惑星に移住しようなんて、ただの逃げ根性だったのかもしれません。地球は私たちが思っていたよりもずっと賢くて丈夫だったんですね。ヒナ、すぐに管理局に戻ってくれ。哲也さん、どうしたの？グリーゼ母船と揚陸艦がワープアウトした。きっと総攻撃をかける気だ。わかった。揚陸艦は陸戦部隊で直ちに航空管理局を占領せよ。確か多分リラックススペースにいるはずだ。彼らを連れて避難してくれ。総員にすぐ戦闘班はグリーゼ星人歩兵部隊の迎撃準備にかかれ、絶対管理局に入れてはならない。整備班、技師班、科学班は直ちに避難されたし。剣坊、すぐに逃げて、グリーゼ星人が攻めてきた。僕は戦うぞ。バカか、ないこないでしょ。すぐに逃げる準備して。何もやらないで逃げるなんてやだよ。私もケンジと残る。何言ってんの。私たちがいたら戦闘員の足手まといになるの。ケンジ帰れ。ここは言われた通りにしよう。ちくしょう。ティナ、私は残る。責任があるの。マホ、アンナ、みんなをよろしくね。分かった。今度ばかりはあんたに従うよ。ヒナ、お別れなんてやだよ。大丈夫だよ。終わったらまたアンナに歌習いたいし。科学班、サルトビ、サンフォートレスとスクランブルライザーは3番ゲートに移動させておいてくれ。了解。管制室フル株、グリーゼ母船および巡洋艦駆逐艦の位置を報告せよ。全主任、グリーゼ部隊は管理局前方5キロ、高度30メートル地点で空中停止しております。よし、管理局の手法で攻撃だ。
古株は管制室より敵の情報を随時報告せよ。了解。私は古株でなく刻印せって呼ぶって何と言ったら分かるんだろう。この戦いが終わったら一杯飲みながら教えてやろう。くっそ航空管理局を占拠されてたまるか。一人も入れないんだ。選手にお世話になりました。私は刻印せと読みます。古株、古株、古株。おれ、主砲副砲全開。攻撃目標敵戦艦、距離5キロ、誤差修正202、発射準備。将軍スモドン、全鉄やスパークフラグエリア航空管理局は間もなく制圧する。おとなしく降伏してもらおう。ルゴス、スモドン、航空管理局は決して戦闘本部ではない。ここは宇宙を見守る管制塔に過ぎないんだ。ここを制圧したところで地球征服をしたことに値しないぞ。たわけ、サンブレイバーがここにある限りどこの軍隊本部よりも制圧する価値はある。待て、私はこれまで何度もリザベスに交渉した。それに加えてトランダ課長から君たちの星の状況も聞いた。リザベスの心境もわからないまま従っていて、君たちは不満じゃないのか。そのようなことはお前に関係ない。ある、大いにある。リザベスの真相がわかればこの戦いだって終わらせることができる。ベラルドだって死ぬことはなかったろ。ヒナが命を捨ててまでここを守るなら私も残ります。総長は管理局員じゃないでしょ。病院を守ってください。私の病院と管理局は隣同士よ。助け合うのは当然でしょ。私はヒナと立場は一緒です。総長、私はここに死にに来たんじゃないの、守りに来たの。ヒナが全力でぶつかってくれたから私は受け止めているだけ。まもなく航空管理局も完全に制圧できる。さすればこの地球を征服したも同然、高みの見物と参ろうではないか。それで女王様を失った悲しみが拭えますか。カレット、貴様今何と申した。メラルド様が打破され私の気持ちは変わりました。メラルド様は誰よりも王女様が地球を狙う真相を知りたがっておりました。そこで私はメラルド様に代わって調べることにしたのです。何だと。将軍、ドクター、全徹夜、お入りください。全徹夜、スモドン、ルゴス、なぜ戻ったのだ。私たちはカレットに呼び戻されたまでです。私は同伴を願ったんだ。交渉は話を聞いてからだ。カレット、続けなさい。王女様は幼少期に女王様とこの地球に訪れておりました。お二人は宇宙旅行中にこの地球の美しさに見入られ立ち寄ったのです。ところが、お母様、女王様は大気汚染のため息を引き取ったのです。じゃあリザベス、君が地球を必要に攻撃していたのは地球の大気汚染で母親が死んだためだったのか。それで温かい家族が集まる場所を攻撃していたんだな。うるさい前徹や、私は貴様の同情など受けん。母を殺したこの地球が何よりも許せなかった。いっそ私の手で全て崩し一から立て直そうと思ったまでよ。王女様は個人的な心情でグリーゼ星予算をつぎ込まれたのです。王女様、あなたはグリーゼ星の王女に値しない。我々はあなたを追放します。カレット、貴様
スモドン、ルコス、この愚か者を捕らえよ。王女様、恐れながら私もあなたに仕えることはできません。女王様も決して殺されたわけではない。逆恨みもいいところだ。私たちがあなたを甘やかしすぎました。宇宙を股にかけたわがままに手を貸すことはできません。貴様ら謀反を起こすか。全員許さん。まとめて死罪だ。死罪は貴様だ。俺が殺してくれる。貴様たちなどに殺されるわらわではない。母上をこの地球で失った気持ちなど誰もわかるまい。あの世からこの恨み晴らしてくれようぞ。前徹や貴様との戦いは終わったわけではない。配下に受けてた仕打ちを含め貴様たちへの恨みは倍増された。必ず決着をつけてくれる。リザベス、そうか、グリーゼ星人はこの大気に耐えられない。リザベスはマスクを外してそれを身をもって教えてくれたんだ。分かった。じゃあここから中継して戦闘班に伝えるよ。ビデオパネルチェンジ。総員に告ぐ。グリーゼ星人の弱点が判明した。送信するデータを確認されたし、避難を終えた範囲は直ちに戦闘班の援護をせよ。繰り返す。範囲は直ちに戦闘班の援護をせよ。避難、私たちも撤退しましょう。はい。よそ者たくさん来た。カブ太郎たちが相手だ。お家には入れないぞ。クラッペビーン。力丸も撃つぞ。力丸ビーン。あらま、外した。外すダメだ力丸。カブ太郎に任せれ。カブ太郎ミサイル。カブ太郎も外した。当てるのクロッペだけか。もう一度だ。クロッペビーン。どうだカブ太郎、力丸、この中ではクロッペが一番強い。カブ太郎、次は当てるぞ。くそー、歩兵が全滅したではないか。手も残りわずかだ。将軍、ここは一度撤退しましょう。戻って私たちがグリーゼ星を統一するのよ。急ぎなさい。あれは、スピンカッター。リザベスは信念を貫いた。敵としてあっぱれだ。俺も信念を貫き、貴様たちを母性には返さん。貴様たちも名のある戦士なら勝負を受けろ。将軍、ドクター、戦うしかないようです。勝ってグリーゼ本線に戻りましょう。よし、受けて立とうではないか。残りの14艦駆逐艦でサンブレイバーに挑むのだ。行くぞ、ベスターフォーメーション。ブレイバークロース。太陽機構サンブレイバー。一気に片付けてやる。装備全開。ショルダーバズーカ、ドリルパッチャー、太陽光メイザー、機構拳、
水平切りとはプラズマ空手決まりとは巡洋艦駆逐艦は全滅だ。残るは母船だけだ。行くぞ、ウエストブーメラン。超全開発射。ふわふわ、よし、サンブレイバーフルパワー。サンクラッシャー。トゥワトゥワ、行くぞ。トゥワフレイバーパンチ。トゥワ減るなて。将軍、サンブレイバーが艦内へ潜入しました。あれが動力部か。よし、太陽光メーザー、ブレイブサンダー、太陽光メーザー、ミストレーザー、ハンドキャノン、ショットニードルパンチ、ショルダーバズーカ、ブレイブサンダー、ウエストブーメラン、トワ。待ってろ、今環境へ行くぞ。とどめだ。スマドン、ルゴス、カレット、覚悟。トワ。空気も綺麗になったし、地球は蘇ったんだよ。ふん、全滅したか。地球の大気、必ず支配してくれるわ。さて、どうしたものか。どうしたの？もう何も恐れることはないのよ。そうよ、グリーゼも滅んだし、環境局によると20世紀末くらいの酸素濃度まで戻っているそうよ。もう全てが蘇っているわね。これまで以上じゃない。そうですよね。ヒナ、総長、リザベスは俺の前で倒れたはずなんですけど。リザベスの遺体がない。リザベスはきっと生きていたんだ。地球がきれいになったから彼女の免疫力でも耐えることができたんだ。じゃあリザベス王子はどこへ行ったの？それを突き止めるまで安心はできません。哲也さん、星間連邦帝国はこれより天の川銀河へ進路を向ける。グリーゼ星団の全滅から数ヶ月の間に地球は防衛力を上げるため次々に戦闘艦を製造していった。
果たしてこれが正しいことか不安を抱いていたが、その不安はついに的中した。銀河の彼方から星間連邦帝国が地球へ接近、土星宙域で奇獣機船が拿捕されてしまった。我々に新たなる敵が出現するのだった。次回、太陽機構サンブレイバー、土星宙域へ発進せよ。メラルド役の剣崎スルメです。ちょっと宣伝させてください。3月25から28日千川劇場で、お芝居やります。であのぜひ、生スルメを見たい方はいらしてください。以上です。ドクターロゴス役の竹中さやかです。3月13日よりウェブ公開中のボイスドラマアキトレッド様ご企画の悪魔クロムと不死鳥の約束という作品に出演しています。臆病で弱虫な魔界の王子様クロムがこの不死鳥のウィリアムと出会って、こう隠された真実に気がついてちょっとずつ変わっていくというお話で、私はこのクロムくんをやっています。素敵なドラマですのでぜひ聴いていただけたらと思います。タイトルの悪魔クロムで検索していただくと作品サイトにアクセスができると思いますので、どうぞよろしくお願いします。